佐々木隆弘は、日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院議員、北海道議会議員、北海道農民連盟青年部委員長、農林水産大臣政務官、農林水産副大臣、旧立憲民主党副代表権組織委員長などを歴任した、北海道市別市の農家に生まれる、北海道市別高等学校卒業後、 農業を営む傍ら1971年から農民運動に参画し、1987年には北海道農民連盟青年部書記長に就任。なお、政治家となってからも、1988年から1990年にかけて北海道農民連盟青年部執行委員長を務めた。1987年4月、北海道議会議員選挙に、 市別市選挙区から出馬し、初当選。同義時代は日本社会党に所属していた。以後、後期18年にわたり、北海道議会議員を務め、1996年に、社会民主党の決闘に参加したが、直後に離党し、旧民主党に合流。2005年、政界を引退する佐々木秀則から、後継指名を受け、北海道議会議員を辞職し、 第44回衆議院議員総選挙に民主党公認で北海道6区から出馬。自由民主党前職の金田秀幸を破り、初当選した。衆議院議員選挙当選後の2005年10月10日、自陣営の運動員である労働組合職員が公職選挙法違反の疑いで逮捕された。この運動員は未成年に選挙活動をさせ、報酬を支払ったとされる。 2009年の第45回衆議院議員総選挙で自民党前職の今津博史を破り再選。選挙後に発足した鳩山幸男内閣で農林水産大臣政務官に任命され菅直人内閣まで務めた。2012年野田第二次改造内閣で農林水産副大臣に任命される。野田第三次改造内閣でも留任したが、 同年の第46回衆議院議員総選挙で今ずに敗れ、比例復活ならず落選した。落選後の2013年の第23回参議院議員通常選挙に比例区から出馬するが24,329票の得票にとどまり、民主党の立候補者20人中19位で落選する。2014年第47回衆議院議員総選挙で前回 敗れた今津を2847票差で破って、当選し、国政に復帰した。2015年の民主党代表選挙で、長妻明の推薦人に名を連ねるが、長妻は1回目の投票で再開に終わった。2016年民進党代表選挙で、連邦の推薦人となり、連邦の当選後、民進党組織委員長に就任した。 2017年民進党代表選挙で、菅直人や有田義浦と共に、枝野幸男の推薦人となった。10月6日、立憲民主党副代表の就任が決まる。同年の第48回衆議院議員総選挙で、立憲民主党の副代表として、比例重複を断念し、今津との競り合いを制し、再選した。10月26日、執行役員会で、 総務委員長の兼務が決まる。2018年5月8日、党に新設された組織委員長に就任。同年11月、立憲民主党静岡県連代表に就任。2019年8月、立憲民主党同連代表を辞任。静岡県連代表は引き続き続投。2020年9月、新立憲民主党の決闘に参加。静岡県連代表には、 渡辺天根が就任した。2021年6月24日、年内に予定される第49回衆議院議員総選挙に立候補せず引退する考えを表明した。ありがとうございます。